はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数を含む方程式不等式丸8をお送りします。で、前回からね、丸7を、続きで始めて、で、2倍角がある方程式をね、やったんですけど、で、今回はそれの不等式をやっていきます。で、今回も2問ね。なので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、まず x だね。で、 x は0から 2π です。だから、0スタート、0度スタートで1周360度まで OK だよと。で、これ解いていくんだけど、さっきも言ったように両方とも2倍角です。で、方程式にしても不等式、今回の不等式にしても、結局2倍角を変形します。で、解いていけば普通にできるよっていう。で、コサイン 2x、 まずこっちはね。で、コサイン 2x はサインにもコサインにもどっちでも変化できるから、残りのね、やつを見てサインがいるからさ。だから、これをサインの方に変えていきます。で、コサイン 2x 変形すると 1-sin(x) で、右辺にあるのも左辺に持ってきちゃえばいいから、-3sin(x+1) で、忘れずに書こう。小なりイコール0ね。で、これまとめるんですけど、まとめた後に sin(x) にマイナスくっついてるんだよね。だから全部にちょっとマイナス処理しちゃいます。ちょっとね、書く幅が足んなくなりそうなんで、暗算っぽくなっちゃって申し訳ないんですけど、まとめてからマイナス処理するので、ここが 2sin(x) で、ここもマイナス処理されるから、プラス3sin(x) で、プラス2なんだよね、足すと。で、それにマイナス処理されるから、マイナス2になります。で、大事なのは、マイナスで処理してるから、変わると、向きがね。全体にマイナス1をかけたって感じ、マイナス処理ね。で、こっから、たすきがけで普通に解けそうだから、これ、解くと、2sin(x) と、sin(x) で、プラス3にしたいから、プラスが強いから、プラス2か。で、-1 で、こうなると。で、これも、3x3x なってるから、二次不等式と同じになってるので、その時と同じ解き方します。で、二次不等式だと思って左側にね、こうやって口が開いてるから、-2と、こっちは2分の1ね、出てくる数字-2と2分の1なんで、まずこれと、で、これになります。で、ポイントなのは、今0から 2π なんで1周 OK でしょ。でも1周 OK ってことは、 3x って -1 から1までしか取らないんだよね。ただ結局 -2 よりちっちゃい、お前 -2 以下なんてないんだよ、この場合で。途中式をちゃんと書くんだったら、 3x は -1 から1なので、これと組み合わせて2分の1から1までしかないんです。いい？でもちょっとこれ幅の関係でちょっとやらないんですけど。で、あとは、単位円使って最後勝負していくと。さあ、左側が、入ってたね。で、こうやって、で、結局、こっちね、使うことができないので、2分の1以上です。で、サイン、Y 座標が2分の1。で、黒丸だね、イコール入ってるから。ここです。ポジションとしては、30度ポジションと150度ポジション。で、それ以上ってことは、もう上全部でしょ、Y 座標が。つまり、こっから、ここが今回満たす答えになります。で、もともと X は0から、こうスタートしてるから、この30から150が切れることはないね。なので、普通に30から150までという答えの書き方で OK。だから、30度は6分の π で、イコール入ってるから、黒丸なんでイコールと。で、x150 度は、6分の5でいいんだっけな、待ってね、6分の 5π と。ね、こんな解き方で OK です。
だから、もともと前やってた解き方に持ってこれるからさ、2倍角の公式さえ使っちゃえばね。で、次は sin2x です。で、まあ、sin の方は揃えられない。一通りしか変えられないんで、まあ、それで解いていくと。で、sin2x は選ぶことができないので、2sin x、cos x でいくと。で、右辺にある sin x、左辺に持ってくると、で、こうなって、大なり0と。で、これはもうくくり出ししかできないから、この後。3x、ね、共通なんで、それを出すと。で、くくって、2cos x-1、大なり0です。で、こっからですね、ちょっとここ気をつけなきゃいけなくって、さっきみたいに、まあ、これ 3x3x なってるから、二次不等式なんだよね、結局。で、あれば、こうやって解くことができるんですけど、今回は 3x と cos x なので違うものなんだよね。だからこういう風に書くことができません。で、どうするかっていうと、まあ、ポイントなのは、これ結局、sinx と 2cos x-1 っていう塊、これとこれをかけてるっていう状態ね。ここに掛け算隠れてるからさ、こうやって。で、これとこれをかけて正になるっていうためには、こいつが正で、こいつが正。もしくは、こいつが負で、こいつが負の時しかないんだよね。正、正で書ければもちろん正になるし。負、負で書ければ負、あと正になるからね。で、指で消しちゃったっていうね。っていう感じ。で、考えると、まず、まあ、場合分けで書くことないんだけど、一応書いとこうか。正、正コンビね。sinx が正、かつ、2cos、これね、2cos x-1 が正。それ解くと、こうなってて、-1 持ってると1でしょ。で、2で割ればいいから、こういう状態ね。いいね。これが正。で、これが正。解いたものね、これは。の時なので、さあ、右書きてえな単位円。いけるかな。ちょっと待ってね。右入ったかな。あぎり。で、こう単位円があると。で、これかつこれね。だから両方満たさなきゃいけない。で、まず、sinx が0より大きいとき、sin は y 座標です。で、0より大きいのは、白丸ね。この上のゾーン。ここの上のゾーンね。ちょっとね、今ね、全部なぞっちゃうと分かんなくなるんで、まあ、点々ぐらいにしとこうか。ここです。まあ、あんま見えないと思うけど、上ね。で、それ、かつ、cosx が2分の1より大きいとき。で、cosx は x 座標なんで、2分の1。まあ、この辺にしとこうか。またもっと右なんだけどね。俺のちょっとこれ図の書き方なんだけど、いつも。白丸、白丸です。60度って分かりやすいようにね、ちょっとくっつけちゃうんだけど、俺は。で、これより大きいってことは右側です。つまり、ここね。で、今、かつだから、両方満たさなきゃいけない。つまり、今ね、なぞって両方あったのはここのゾーンです、ここ。つまり、こっから導き出せれる。ん?噛んだ。導き出されるか。答えは、そのなぞったところ。0から60度ゾーンの、ここ、3分の π まで。で、両方白丸だから、こっから出てくる答えは、0から3分の π までとなります。これが1個の答え。1つ目ね。で、もう1個は、負、負のコンビだから、本当はね、その単位で一緒に書けたらいいんですけど、ちょっと多分余計ぐちゃぐちゃになっちゃうんで、もう1回書くね。sinx が負。で、もちろんこっちが負なんで、それを解くと、まあ、この時だね。さっきとまあ正反対ですね。で、もう一回。ちょっと待ってね。あ、上がすごいへこんでた。で、まず sinx、y 座標が負だから、白丸、白丸にして、下ね、今度、負だから。ここ。で、cos x、2分の1、さっきと同じです。この2分の1、60度と300度ゾーンより左側だから、小さいからね、今度。今度、こっちになります。つまり、なぞると、ここです。ダブルであるところは。ポジションとしては、180度ポジションです、ここ。で、これ270度から右に30行ったところだから、
300度ポジションになります。つまりこっからここまでが答え、両方満たしてるところだからね。でそれを書くと180度だから π で300度、180分の300にすると3分の5かと、こうなります。で答えで書くところはこれとこれ両方答えにしたいので、最後書けっかな、ここ 0x 小なり3分の π と π 小なり x 3分の 5π、これが両方答えになります。入ったね、 OK ね、という感じでやってみてください。だからね、sin2x の時の方がややこしいですね。こっちが cos になっても同じような解き方しなきゃいけないので、まあ、こんな感じでぜひ解いてみてください。では今回は高校数学数2の三角関数を含む方程式不等式丸8をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回が和と積の公式をやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。